海自の潜水艦や最新鋭の護衛艦が次々と就役していますね。もが、味方護衛艦の6番艦、阿賀野がついに進水したというニュースが入ってきました。今回は、阿賀野進水で見えてきたのが、味方護衛艦の凄さについて見ていきましょう。試験ですが、このクラスで、7万馬力というのは異常ではないかと感じてしまいます。30ノットと速度を予測していますが、もっと出るのではないかと思いますよ。長崎市の三菱重工業者中崎造船所で、海上自衛隊の母が、味方護衛艦6番艦の進水式と阿賀野の命名式典が行われたのは、2022年12月21日のことでした。この艦は、前年2021年6月に寄港されていたのですが、半年ほどで進水式を迎えたわけです。名前について説明しましょう。も、が、味方護衛艦は、山形県を流れる一級河川最上川から取ったものです。また、阿賀野は、福島県から新潟県に流れて、日本海に注ぐ一級河川阿賀野川に由来しています。阿賀野という名前は、太平洋戦争時に、阿賀野型二等巡洋艦のネームシップになっていたのですが、それから70年経って、海事では初めて使用されるようになった名前です。改めて歴史を振り返ってみると、大日本帝国海軍時代の阿賀野は、1942年、昭和17年に就役し、第3艦隊の第10戦隊の旗艦という名誉ある地位を担うことになりました。しかし、2年後の1944年、昭和19年2月、トラック島沖で、アメリカの潜水艦の魚雷攻撃を受けて、沈みました。こうして、旗艦としての阿賀野は、艦命を終わったということになったのです。阿賀野型二等巡洋艦シリーズは、1番艦でネームシップが阿賀野ですが、2番艦の城、3番艦矢作、4番艦酒輪の計4隻が、太平洋戦争中に建造されました。最終艦である4番艦酒輪以外の3隻の名前が、現在の藻が味方護衛艦に継承された形になっています。藻が味方でも説明しましたが、これらの艦名は日本の河川名に由来しています。能代は秋田県北部を流れ、日本海に注いでいる一級河川。矢作川は、長野、岐阜、愛知を経て、三河湾に注いでいます。現在は、矢作川と表示される川です。酒輪川は、静岡県と神奈川県を流れる二級河川です。利根川とか信濃川、北上川などの方が、流域面積も広く、はるかかに大きい河川ですが、これらの名前は、護衛艦以外に付けられているようです。さて、現在の藻が味方護衛艦は、今回、めでたく進水式を迎えた6番艦阿賀野だけではありません。2022年6月には7番艦、同8月には8番艦が寄港されました。大体、1年に2隻ずつ寄港されるようですね。完成した順に就役していくというサイクルになっているようです。これまでのところ、藻が、味方護衛艦は、予算決定から約2年後に寄港し、寄港してから約2年後に、就役といったスケジュールで艦数を増やしてきました。推定ですが、現状のままでいけば22隻建造されると考えられます。藻が味方護衛艦の就役スケジュールですが、ネームシップの1番艦最上は、2022年4月に就役しまたのですが、実は、2番艦である、熊野が3月に就役したということですから、1番と2番が入れ替わったことに
なるようです。この理由ですが、一番幹部が身の危幹部トラブルと見られています。とはいうものの、現在の海上自衛隊所有の水上戦闘艦の中では、最新の艦艇という事実に間違いはありません。ちなみに、2番艦の名前、熊野も、奈良県、和歌山県、三重県を流れる新宮川の本流熊野川に由来するものです。世界遺産で有名な熊野古道の熊野ですね。水系名で言えば、新宮川ということになります。では、もが、三型護衛艦のデータを紹介します。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0M、全幅 16.3M、深さ 90M です。現在の艦級区分から判断すると、フリゲート艦に分類されるサイズということです。またもが、三型護衛艦の機関部には、ディーゼルとガスタービンを組み合わせたコダグ方式、コンバインド、ディーゼル、ガス、ダルビエを採用していて、燃費性能と高速性能の両立を図った上で、このサイズのフリゲート艦としては、強力な7万馬力を発生させることができると見られます。7万馬力を実現させるため、イギリスのロールス・ロイス・ホールディング社製の MT30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツのマン社製の 12V2833D-STC ディーゼルエンジンを2機搭載したそうです。三型護衛艦は、こういった機関部構成のおかげで、最大30ノットと言われる高速を実現しましたが、従来の艦艇のように、機関部専用の操縦室はないそうです。機関部の始動と停止は CIC 戦闘指揮所で行うことになっているのです。航行中のスピード調節は艦橋から操作する方式です。このように CIC や艦橋に操艦要員を集中的に配置することで艦全体の運用に必要な人数を減らせることになります。これが結果的に省人化につながり、乗組員定数は約90名と、このレベルの艦にしては少なくなっているのです。三型の CIC のレイアウトを少し紹介しますね。出入り口部分以外を上下から見た場合、ほぼ円形に、14機のコンソールと各種モニター類が集中的に配置されていて、ソナーや機雷戦闘部門の機能も配置されています。つまり、従来の艦艇に比べてもが、三型はコンパクトサイズにもかかわらず、対艦、対空、対地、対専用の各種兵装を搭載しています。それだけでなく、以前は、もっと小型の掃海艇が担当してきた対機雷戦闘能力も持っていることが大きな特徴と言えましょう。もっと詳しく紹介しますと、対機雷戦闘用装備として、専用の OQQ-11 ソナーシステム、機雷排除用水上無人機 USV 及び機雷捜索用水中無人機 UUV という2種類の無人機の運用能力を持つ非常に優れた珍しい水上戦闘艦というわけです。USV は電波を使った通信、USV と UUV 間では音波を使った通信を行う形式によって対機雷戦闘の役目を担っています。この機雷捜索用水中無人機は、三菱重工業者が製造した OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機で、2013年、平成25年から4年かけて実用化されたものです。この OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機のデータを紹介しましょう。直径 533mm、全長 4.0M、重量 900kg、最大速力7ノットと言われます。
4ノットで巡航する場合の稼働時間は約9時間。GPS 及び INS 方式の誘導でリチウム二次電池が動力源ということです。高周波合成回光ソナーには、フランスの軍需企業大手、タレス社製のものが採用されていますが、自衛隊装備品に採用されるのは、多くがアメリカ製という中で、珍しい組み合わせと思われます。タレス社は、フランス政府が、筆頭株主として、26.4% の株式を保有しています。つまり、フランスの国策会社と呼んでも誇張ではないでしょう。さて、ここまでもが、身型護衛艦の概要や特徴について説明してきましたが、現在日本が仮想敵国としている中国、ロシアが保有しているフリゲート艦ともが、身型を簡単に比べてみたいと思います。まず中国ですが、このクラスの艦艇は054型航海型フリゲート艦ということになります。細かく言えば、試験艦の054型航海 I 型と改良版で量産型の 054A 型へ改2型の2種類があるようです。054A 型へ改2型フリゲートのデータは、基準排水量3450トン、満載排水量4050トン、全長 134.0M、全幅 15.0M、機関部には複数のディーゼルエンジンを組み合わせた CODAD 方式を採用。最大馬力は27ノットのスピードを出せると見られます。もが、身型護衛艦は VLS 垂直発射艦を16セル搭載予定ですが、この艦は倍の32セルを搭載しているので、主兵装というポイントに関しては、強力と言えましょう。すでに31隻が就役し、なおも9隻が建造中と言われています。2022年12月、日本は、安保関連3文書の改定内容に関して、中国を、事実上の仮想敵国として懸念している内容を盛り込みました。これに反応した中国が、空母遼寧を含む6隻の艦隊を東シナ海に進出させたのですが、この艦隊に、前述の 054A 型へ改2型フリゲートも含まれていました。